極東基地で、最大規模の沖縄嘉手納基地に、ニュージーランド軍の P-8 哨戒機が飛来したとの情報をキャッチしました。今回は、このニュージーランド軍の北朝鮮瀬取り警戒を詳しく見ていきます。アメリカ空軍の F-2 に戦闘機が前輪トラブルで滑走路閉鎖。アメリカ最大の極東航空基地が担う役割と沖縄が抱えるアメリカ軍基地問題の核心が見えてきました。馬毛島が極東基地の拠点になるのかな。沖縄県の中上郡の嘉手納町及び北谷町、そいて沖縄市の3市町村にまたがる在日アメリカ軍の拠点が嘉手納航空基地であり、その規模は極東方面でも最大の航空基地となっており、実におよそ羽田空港の2倍もの面積を持つ。この在日アメリカ軍の一大拠点である嘉手納航空基地は、3700メートルもある長大な滑走路を2本も完備しており、常時同空軍の100機以上の航空機が駐機しているとめされ、極東地域のアメリカ側の国々の安全保障を支えている。もともと、ここは、太平洋戦争時には、大日本帝国陸軍の駐飛行場が置かれていた場所であり、1945年8月の日本の敗戦以後、アメリカをはじめとする連合国が接収を行い、以後は、在日アメリカ軍の拠点として拡張が図られた経緯を持つ。嘉手納航空基地は、在日アメリカ軍米下の第5空軍の第18航空団が駐留しており、その総面積はおよそ1985万5000平方メートルに達し、これは東京23区で言えば、ほぼ品川区の面積に匹敵するほどの広大な敷地となってる。この広大な嘉手納航空基地の敷地面積の 90% 以上は、個人の地主が所有権を有する私有地であり、その数は1100名以上を超えており、その方々へは、日本政府が、およそ240億円を、毎年国庫から支出する形となっている。そのため、賛否両論は、ありつつも、他の沖縄に集中する在日アメリカ軍基地の問題と同様に、地権者にとっては、安定した賃貸料収入が見込める構造があり、通常の何らかの仕様で、これだけの金額を得ることは困難だろう。そのことが、産業基盤の脆弱な沖縄において、一部の人々の安定した収入源となっている側面や、土地所有者でなくとも、嘉手納空軍基地内での日本人スタッフの雇用という経済的な恩恵を与えている点も否定できない。これがあるため、政治的には、一部の団体や個人が、在日アメリカ軍の沖縄からの撤退を声高に主張しても、実態としては、基地に依存しているからこそ、沖縄での生活が可能な基盤として成立している側面は拭えないとも感じられる。そんな嘉手納空軍基地であるが、この2024年4月には、様々な細々としたイレギュラーな出来事が発生しており、地元のマスメディアをはじめ、中央でも、その一部が報道され、日本を取り巻く安全保障環境の今を実感させられる。まず、2024年4月10日には、嘉手納空軍基地に、ニュージーランド空軍の所属機である P-8 哨戒機1機が飛来、着陸を行っており、その目的は、北朝鮮が日本海方面で行っているとめされる、いわゆる瀬取り行為の監視にあったと推測されている。北朝鮮といえば、最近も金星シリーズと称される弾道弾の試射を行うなど、そのミサイル開発とそれらを用いた威嚇行為を相変わらず継続しているが、環太平洋諸国では、今回のニュージーランド空軍のように、国連決議に基づく監視業務を遂行している。今回は、そんな監視業務に従事するニュージーランド空軍の P-8 哨戒機が、燃料等の補給等の場所として嘉手納空軍基地を使用したと思われ、直接的な軍事力に止まらず、幅広い活動に貢献しているとも取れるものだった。北朝鮮は、日本海海上における、いわゆる瀬取り行為を協力する勢力との間で実施することで、国連の制裁を逃れて、何らかの物資の調達を続けていることは間違いないが、昨今は、ロシア・ウクライナ戦争のおかげで、キレに余裕が生じたとも考えられている。これは、北朝鮮が、ロシアに対して、榴弾砲の砲弾や各種のミサイル類を提供する見返りとして、ロシアから、燃料や食料等の物資や、
ミサイル開発に必要な技術の提供を受けているという見方で、日本にとっては看過できない事態であろう。この状態が継続されれば、北朝鮮は、ますます様々なミサイルによる威嚇行為と、それに伴う恫喝を増加させる可能性があり、その意味からも、日本を含む西側諸国は、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を防止するための援助を惜しむことはできないだろう。日本でも、親ロシア派の人物や、これまでの反米感情の延長線上から、結果的にロシア擁護に回っている人物は後を絶たないが、ロシアが、この戦争で領土を得ることは、北朝鮮などの国を無理することに直結している点を無視するべきではないと感じる。さて、嘉手納空軍基地だが、ニュージーランド空軍の P-8 哨戒機が飛来した翌日の4月11日には、アメリカ空軍の F-2 にラプター戦闘機が、滑走路上で、前輪部分とおぼしき箇所の故障によって、自力で、移動が不能となる事態が発生した。アメリカ空軍の F-2 にラプター戦闘機といえば、世界で初めて量産配備された、いわゆる第5世代戦闘機であり、今回のトラブルに見舞われた機体は、4月11日の正午前に、嘉手納空軍基地に着陸を行ったものと伝えられている。今回のこの当該のアメリカ空軍の F-2 にラプター戦闘機は、嘉手納空軍基地への着陸後、専用の車両によって駐機場所へと移動させられる際にトラブルが生じたとされており、なんとか2時間後には、所定の格納庫に収容が行われたという。アメリカ空軍側の発表によれば、今回の F-2 にラプター戦闘機のトラブルの発生に関しては、幸いに人的な負傷者等の損害は出ておらず、今後は、所属元である第5空軍の第18航空団が、トラブルの原因を調査するとコメントしている。F-2 にラプター戦闘機はロッキード・マーチン社が主管し、ボーイング社と共に共同開発を行った機体で、世界初のいわゆる第5世代戦闘機として、2005年からアメリカ空軍では実戦運用を行っているが、その生産総数は195機と非常に少ない。アメリカ空軍では、それまでいわゆる第4世代戦闘機で、主力機であった F-15 イーグルを刷新することを目的に、旧ソ連との冷戦末期の1980年代中盤から、後に F-2 にラプターとなる新型戦闘機の開発をスタートさせた。従来の F-15 イーグルは、強力な双発エンジンと大柄な機体を生かし、星空戦闘のみならず、対地攻撃用のマルチロール機として発展を遂げたが、F-2 にラプターは、世界初の量産型のステルス戦闘機として、星空戦闘に特化したものと言えた。F-2 にラプターも、F-15 イーグルと同様に、強力な双発エンジンを搭載しているが、機体のステルス性能を追求したため、兵装は、機体内のウェポンベイに収納する形式であり、きれゆえに、その量は、後者より制限されたものとなって入る。それでも、高いステルス性をまとった F-2 にラプターは、前線において、敵のレーダーやセンサに探知されることなく侵入することに比重が置かれ、先制攻撃で、敵の対空装備を無効化することで、完全な空域の支配を達成する機体と位置づけられた。それは、従来までの初位第4世代戦闘機の目指した、戦闘空域における航空優勢から、制空権の獲得という概念を超え、航空支配を実現するというコンセプトとなり、当初、アメリカ空軍では、750機を配備する計画を立てていた。しかし、1991年に、アメリカと長年にわたる冷戦を繰り広げてきた旧ソ連が崩壊、領土の一部を失い、ロシアとなって、軍事的にも弱体化すると、高価で高性能な F-2 にラプターは、大量に調達するべき大義名分を失う形となった。そのため、F-2 にラプターの生産数は、結局、最終的には、試作機を含めた195機にまで削減させることとなり、改めて兵器というものは、使用すべき対象の軍事力に応じて用意すべきもので、時代的にオーバースペックなものは普及しないという現実を体現したと言えるだろう。しかし、F-2 にラプターの開発を主導したロッキード・マーチン社は、以後の F-35 ライトニング2にそこから得た技術や知見を応用して進化させており、
F2 ニラプターの開発は決して無駄にはならなかったと個人的には思える。なお、嘉手納空軍基地に F2 ニラプターが飛来している理由は、同基地で運用されていた F15 イーグルの旧式な C 型及び D 型のカバーにあり、台湾有事を見据え、アラスカのルメンノルフ空軍基地から暫定的に送られているためとされている。